ってた。さて、牛友さん。はい、なぜか徳島、淡路島にやってきております。やってきております。というのもですね、マツダが CX80 の試乗会を淡路島とね、神戸の間でやるっていうことなんで、今回参加しております。で、CX80 といえば、はい、まあ、CX8 の後を継ぐ3列シートの SUV ということなんですが、うん、ラージ商品群でいくと、60の次ですね。はいはい、で第2弾ではあるんですが、やはりこの車は今のマツダのフラッグシップモデルになるということ で、 そうですね、かなりこう、ね、車の存在感としても、うん、あとは乗った感覚としてもすごく大事にこの車育てたいという意気込みが伝わってくる試乗会ですよね。前回、キャンプ場でね、デザインとパッケージングをお伝えしたんですけども、今回はやっと試乗できるということなんですが、まずは後席の乗り心地で、ね、気になっている方結構いらっしゃると思うんです。というのもですね、60がね、ちょっと乗り心地とかでいろいろと言われた部分かなりあったんで、その点どうなってるのかまずチェックしたくてですね、まず後席から乗ってます。実はドライバーチャンネルと同時に本市チームも来てまして、今戸田さん運転していただいて、はい、お世話になってます。こんにちは。で、助手席にはエースカメラマンの山路さんが座っております。こんにちは。でちなみにね、今日乗ってるこの仕様は、はい、PHEV ですね。でしかもあれですよね、そこにスペック表がありますが、PHEV のプレミアムスポーツ、いっちゃんいいやつですね。うん、本当だ、お値段もなかなかですね。価格オプションゼロで719,500円。これあれですよね、シートなんかも、うん、これナッパレザーでしたっけ。そう、ナッパレザーセパレートタイプですね。あ、そうそうそう、はい、これはだから7人乗りになる、6人乗りですね。はい、はい、なので私たちの間にはこの広いセンターコンソールがありまして、うん、こう柿崎さんのスペースと私のスペースがすごくこ う、 うまくセパレートされている状態です。長旅ですんでちょっと荷物どっさりで後席は潰しております。はい、はい、まあ、この車重を見ていきますと、これはですね2210キロ、はい、基本的にはね、同じ CX80 のクロス D のハイブリッド、ハイブリッドハイブリッドと比べると120キロぐらい重くなってるんですよね。120キロ重くなっている。でちなみに CX60、うん、でそれは2列シートじゃないですか。2列ですね。でもプラットフォーム的には、まあ、こっちのホイールベースは 250mm、うん、ですね。 250mm、 それ CX80 と違う比べてだったっけ。 CX80 とは190ですね。あ、そっか、はい、そういう違いがあるからこっちのが長くて、うんうん、3列シートがあるんですけれども、はい、CX60 の PHEV と比べてみると、はい、150キロこっちの方が重い。なるほど。だから結構重さはマシマシという、ね、マシマシですね。はい、うん、柿崎さんどうですか、乗ってみた印象。まずどうですか。うん、なんかねCX60 って、うん、まあなんだろうな、どっちかっていうと結構スポーティーな SUV だなっていう感じがしたんだよね。そうですね、路面が悪いところは苦手なんですけど、うん、いいところだとすごく気持ちいいですよね。そうね、そのなんかこう、なんですか、バランスはあまり取れてないから皆さんなんかこうちょっとモヤモヤするところあると思うんですけど、うん、まあ、そういう面でいくとどうですか、この80。 そう、なんか CX60 は結構こう縦の揺すられ感みたいなところの小刻みなものも含めてね、うん、なんか結構 あるなと思ったんだけど、はい、なんかこっちの80の方が比較的その波が穏やかになったかなっていう感じがする、うん、穏やかだし、ちょっともっとフラットな乗り心地になりましたよね。そうだよね、うん、でやっぱり、ね、家族の車として使われるかもしれないわけだから、はい、そう考えると同乗者の乗り心地っていうのをすごく大事にしたいところだと思いますよね。そうですよね。当然ホイールベース伸びれば前後の動きは収まるようになるんで乗り心地は良くなる方向にあると思うんですけど、まあ、聞くところによると、まあ、ダンパー関連とかバネレート関係を結構60からかなり変えてるっていう話はちょっとだけ聞きました。ちなみに今日乗ってるのは AWD ということで、はい、4駆モデルになっております。まあでも安定してますよね。戸田さんの運転がお上手だっていうのもあるんですけど、いいなんか高速こうやって走っていって、うん、なんかすごく視界も結構ねいいですしね。ちょっとね安心しました。でもあの、うん、60のまんま3列シートにしたら大変なことになるなと思ってたんですけど、ほらここに来る前にちょっと3列目も乗ったじゃないですか。乗りました。あの時どうでした。なんかそれが結構快適だなって思えたんですよ、うんうん、で不思議とねこの2列目のシートよりも3列目の座面の方が、はい、うん、
なんか最初のイメージだと硬いんじゃないかなと思ってたわけ。ああ、まあシート圧とか考えると3列目の方が硬いかもなって思いますよ ね。しかもほぼ水平にアレンジできるし、うんうん、普段は2列シートプラス広い荷室としても使えるわけでしょ。そうですね。でもそのシートを起こして座ってみたわけですよ、うんうん、そしたら結構クッションがなんかもっちりしてて、なんか座面の柔らかさはむしろ3列目の方が柔らかい感じがした。これやっぱ沈み込ませてなるべく頭上作りたいっていうのもしかしたらあるかもしれないです ね、うん、で結構こういう3列シートってシアターレイアウトっていって後ろに行くほど座面の位置が高くなるっていうことがあるんですけど、はい、でもなんかね極端に高すぎないから、うんうん、なんか2列目に柿崎さん座ってたんですけど、はいはい、こう会話をしてても意外と会話しやすい自然な感じ。そうですね、見下ろされてる感はなかったですね。なかったですよね、うん、そういう感じも居心地よかったし、あと USB のタイプ C が一つずつ壁面についてたり、はい、あとこのアームレストみたいになるホイールハウスってさ、やっぱちょっと張り出しがあるじゃない。ここにありますよね、3列目のね。 そう、で、うん、そこの上をうまく活用しててアームレストにもなるし、うん、ドリンクホルダーにもなってて、うん、間のところがこの切れてるから、はい、スマートフォンをケーブルでこうつないで充電しながらそこに置いておけるみたいな。あとポイントあれですよね、エアコンの吹き出し口ですよね。あ、そうなのよ、うん、でちょうどこの私の太ももあたりのとこ壁際に吹き出し口があるから、うん、意外と涼しくいられた。でも僕どうですかって聞いたら藤友さん太ももが冷たいって言ってましたよね。あ、そうそうそう、ちょうどねそうエアコンが結構効くのよ、うん、そうですよねこの車ね。そうでね、うん、結構この足元の装備が充実してて、うん、でね、ここ吹き出し口、うん、で温度設定、うん、でねびっくりしたのはね、これをほら風が前から来るのと足元から来るのを選べるのよ。選べるんですね。あとオートっていうのもあるので、うんうん、風量調整してくれたり、はい、手動で風量も変えられるし、はい、あとはなんとほらシートヒーター3段階。シートヒーターのみならずですよね、これね。ベンチレーションついてるんです。ちょっと僕も暑いんでちょっとつけようかな。はい、これでもね最近夏場本当暑い時あるし、うんうん、あと同じ温度にしててもその肩や寒がりとかさ、はい、ね、意見が割れる時ってあるじゃん。そうですね、そういう時すごくいいなと思った。クロスイーハイブリッドの2列目にもちょっと乗ったんですよね。乗りましたね。それの比較でいくとどうでした、はい、印象的には。やっぱりねこの車両の重量が 120kgPHEV の方が重いということで、うんうん、マイルドハイブリッドよりね。そうですね。だからなんかそこはなんかむしろこっちの車の PHEV の方が落ち着いてる感じもした、うん、なるほどなるほど。高速でのフラット感はなんか PHEV の方があるなと思ったんですけど、うん、細かい段差とかちょっと大きめの段差は PHEV の方がこうガン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 来る感じ、ガンガンって言ったらおかしいですね、うん、ちょっと大きめなショックなのかななんていう印象は、それやっぱ車重が若干重いから低速域はちょっと硬く感じるのかななんていうのも思ったりもしました、うん、でもなんかこの PHEV って結構さエンジンが楽をするじゃん。楽しますね。モーターがね結構活躍できる場面が多いから、うん、はい、でそういう時ってやっぱ走り出しがまずすごく静かでしたね。だし、うん、なんか本来であれば車重が 100kg 以上重いってなるとさ、うん、ロードノイズがタイヤにへのその当たりが強くなる分、うん、あの CX60 の時は結構気になってたんだけど、はい、なんかこっちの AT の方が静粛性にはすごいこだわってる感じがする。なるほどなるほど、うん、だから3列目座ってた時も意外と会話がちゃんと聞こえやすい感じがしてね、うんうん、だそういったところでもストレスが少ないなって思いました。ということでこの次ちょっとワインディングをね戸田さんからステアリングを奪って運転してみたいなと思います。思います。さあ乗り換えてワインディング淡路島をこう横断するって感じですかね。そうですね、はい、この山の方にちょっと入ってくると、うん、この上り勾配結構きついワインディングあります。そうですね。いやでも今アクセル開けてるんですけど、はい、これ4気筒のエンジン、うん、ガソリンエンジンにモーターを組み合わせてるんですよね。 2.5 リッタープラスモーターですね。そう、はい、でもねアクセル踏んでいくと、うん、やっぱりね4気筒と思えないぐらい結構しっかりと排気量以上に力が出てくるのはやっぱりモーターのフォローが、ね、ありますね。そうですね。で今ね3列シートの車で4名乗車で荷物満載という状況なんですけど、まあ、旅としてはフル乗車に近いです ね、結構リアルな家族のドライブになると思いますが、うん、はい、こういう場所でも結構車が軽々と、うん、まあ、いい形でゆったり感を与えながら、うん、駆け上がっていける感じですね。なるほど。まだねアクセル今これ半分ぐらいしか踏んでないですよ。おお、はい、力不足感は
感じてない。感じてない。ない。でしかもエンジンがそんなに頑張らなくていいから、うん、上り勾配がかなりきつい割に、うん、静かですよね。まあ、そうですね。ね。うなることないですもんね。そうなの。で、うん、こういったところがやっぱりモーターによるメリットなのかなって感じがする。ちょっとスポーツモードに切り替えました。はい、スポーツモード。はい、今メーターが赤く切り替わってますけど。うん。うん、あ、これパドルついてるね。ついてますよ。すごい音するね。結構いい音しますね。これは、うん、多分サウンドコントロールやってるでしょうね、スピーカーからね。出ますよね、うん。まあでもすごいグイグイとこう足元はタイヤが路面を捉えて前に行きますね、うん。で結構ゆったりした動きなんだけど、はい、でもこう頭をこう横にぐるーっと持ってかれるような感じはなくて、うんうん、こういったところはあのいろんな制御がやっぱりうまく効いてますよね。まあ、FR ベースのプラットフォームだっていうのもあるんですかね。そうですね、うん。まあ、マツダは今キネティックポスチャーコントロール言ってますね。KPC、ね、KPC、はい。まあ、0. 何 G 以上の G がかかった時に、うん、その要はタイヤが浮き上がらないように、そうですね、ね、うまく制御、わずかなブレーキをかけて、うん、リアタイヤだっけでした ね、 ね、はい、リアのホイール今ブレーキをかけることでタイヤの接地性を上げていくっていうことをやってるんですけど、これロードスターとかにも入ってるんですよね。入ってますね。でなんかこういう重量もあって重心の高い SUV にとってもすごくその制御を効いてる感じがしますよね、うん。乗り心地面やっぱりあれですね、こう高速道路で感じてた時よりもガタガタしてますね、やっぱり。ね、路面が結構荒れてますよね。荒れてますよね。でもなんかいいなと思うのは、はい、結構荒れてるんですけど、うん、ゴトゴトとしたきつい入力に感じにくい感じ。なるほど、うん、本来であればもっとゴツンときてもいいようなところが、うん、意外と穏やかに乗り越えていってる感じがしますね。そうですね、まあ、ホイールベースも60と比べるとこっちの方が長いし、はい、まあ、そういった意味ではちょっと安定感もあるし、うんうん、安定感あるんだけど、じゃあ曲がらない車かというとそうでもなくて。そうですね。そこはなんかこう程よいステアリングの手応えとともに、うん、こう切り込んでいくとちゃんとこう曲がっていく、うん、でも多少のこの横 G がかかってもちゃんとタイヤが設置してるから、うん、そのカーブの立ち上がりでちゃんとアクセル開けていけるんですよね。なるほど。柿崎さん高速走ってる時 PHEV 結構フラットライドな感じがするって言ってたじゃない、はい、言ってました ね。でもこういう一般道でもなんかちゃんとそういうメリットは感じられますね、うんうん。だからタイヤがちゃんと設置しててドライバーの意思に車の動きが応えてくれるとまず安心感が得られる。そうですね。だそういったところは運転に不慣れな人にとっても走らせやすいんじゃないかな。まあ小さい車じゃないんですけど動きさえちゃんとしてればね運転に自信出てきますから ね、うん。運転しててどうですか、面白いですか。うん、なかなかねゆったり走ってんだけど、うん、40キロ程度でね、うん、でもこれぐらいの車速でもすごく車と対話できてる充実感みたいなものはあるし、うん、あとアクセル踏んだ時のあの音色もなんか気持ちよかったじゃないですか。そうですね、そうですね。ああいうカオーンって言ってますよね。そう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 、うん。まあでもねちょっと気になるポイントとしては、はい、ちょっとゆっくりね走って動き出す時とかにちょっとねなんかヒュイン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 ちょっとだけ、ね、聞こえる時があるのよ。60の時ありましたよね。そう。でもなんとなくこう60よりちょっと静かになったかもなっていう感じもしましたね。そうそう、うん、静粛性の面では、まあね、前よりは進化してきてるのかなっていう感じはある。ああいうちょっとしたメカニカルノイズっていうのか分かりませんけど、うん、ああいう音ももしかしたら低減させてきてるのかもしれないですね。そうですね、うん。あとね最小回転半径が意外とねこうやって回り込んで U ターンする時なんかは、うん、最小回転半径 5.8m ということでCX-8 と一緒なんですよね。ね、うん、そんなに大きくなってないっていうのは嬉しいですよね、うん。これあれでしょ、アレクサに対応するようになってるんでしょ。そうでした。何しましょうね。お天気聞いてみますか。あ、聞いてみましょう、聞いてみましょう。週間天気を教えて。向こう1週間の淡路市のお天気です。うん。火曜日は曇りで所々晴れ、予想気温は摂氏28度です。水曜日は時々雨で、予想気温は27度です。木曜日は晴れ時々曇りで、予想気温は24度です。金曜日は晴れ時々曇りで、予想気温は28度です。
土曜日は雲の天気で予想気温はなんかさ、さっきも雲の多い天気で予想気温は26度です。なんかさ、真面目な性格なんだね。そうですね。ね、さっきなんだっけ、ナビをさ目的地設定しようとしたら、うん、そのキーワードに対してその何ポイントのウィキペディアをね表示して読んでくれるんですよね。うん、そう、うん、なんかその建物の歴史っていうか見どころみたいなところをそう言ってくれてたね。そう、でもなんかさ目的地設定にもうちょっと早くたどり着きたいのに、うん、なんかちょっと丁寧すぎるなっていう、ちょっと説明長いなみたいなね、ありましたね。ありました、ね。うん、いやでも真面目な性格なのはよくわかった。アレクサのようにちょっと寒いからエアコン上げて。わかりました、見上げています。あ、2度上げたってこと？そうです。あ、でも今結構適当な言葉で喋ったけど温度上げてって言ってないじゃん。適当な言葉、うん、あ、そうですね、反応してましたよね、ちゃんと ね。あ、ちょっと今ちょっと何気にペースアップして走ってんだけど、はい、ちょっと良くない？こうやってさアクセル開けてって、あ、やっぱ聞いてんね KPC。でもまあなんか乗り心地とハンドリングのバランスは結構重たい車にしては頑張った方なんですかね、これはね。そう、なんかでもこの重さもいい感じのしっとり感に結びついてる感じがする、運転者の気持ちとしては、うん、なるほどね。でこれでブレーキ踏んでこう安定した姿勢で行って、うん、なんだろうな、こうつんのめる感じっていうのはほとんどないんでね、うんうんうん、4つのタイヤがうまく仕事をしやすい雰囲気、なんかだからこう駆け出していくところも次につながるじゃん、うん、なるほど。だ次にこう切り込んでいく時の構えがすごいしっかりできてる感じだよね、うんうんうん、いやだからそういう意味でも車の大きさと重心の高さ感じない、うんうん、気持ちいいじゃん。というわけで次は高速道路かな、高速道路でちょっと藤友さんにハンドル握ってもらいたいと思います。淡路島住んでる方いらっしゃいますかね、視聴者の方で ね、いらっしゃるかしら。来る前に聞いてこればよかったですね。どこ行った方がいいよとか。ああ、そうですよ ね。やっぱ皆さんご存知だとね、いろいろ。やっぱね、地元の人に聞く場所っていうのはなかなかやっぱりディープなとこあったりしますから ね。今度はそうしましょう、うん、なんか窓開いてますか、もしかして。開いてる？これですね。ああ違うか、ベンチレーションシートの。あ、ベンチレーションかもしれない。結構ベンチレーションの音しますよね。しますね。まあでもこんなものかな、今の静かな。そうですね。ああ確かに、だから走ってる時エンジン回ってないと、うん、風の音の方がしますね、大きいぐらいですよね。もうちょっと暑いんでベンチレーション、みんなでベンチレーション使いましょうかね。あ、じゃあシートヒーターつけちゃった。あ、それシートヒーターですよ。あ、シートヒーターですよ。あ、涼しい、背中涼しい。あ、いいですね。こんなに違うんだ。あ、すごい風がこうなんか回ってる感じしますね。エアコンも来れば背中からも来て。そう、なんか背中が涼しくていいんだ、これ。このぐらいの車格にはもうベンチレーション当たり前の時代になっちゃってますからね。その昔は本当に贅沢装備でしたけど。でも一回こういうのね、使うともうなんかやめられないっていうじゃないですか。そうですね。例えば、ね、これまで輸入車とかのちょっと高級な SUV とか乗られた方はこういう車に乗り換えてもなんか、ね、満足できる装備があるっていうのは大事ですよ ね。何より乗り心地が良くなったっていうのは、うん、快適に移動するために必須だと思うんで、うん、それは本当に良かったんじゃないかなと思いますね。思いますね、うん、でもこうして乗ってと思うのは、うん、なんかこうすごい大きい持て余すような車をドライブしてる感じがしないんですよ。おお、なるほど、うん、なんか思い通りに車動いてくれるし、うん、まあね、60と比べても極端にこう大回りしてしまう感じもないし、うんうんうん、鼻先が自分からちょっと離れている割には、うん、意外と走らせやすい気がする。こういう料金所のゲートも意外とプレッシャーが感じにくいな。座面上げてあげるとアイポイントも上がって、このフロントフードが目にかかるから、うん、やっぱ車幅感覚もね、意外と分かりやすいですね。まあ、1890って絶対的には大きいんですけどね。うん、そうですね。やっぱ車庫ね、自宅のガレージに入れる時ぐらいじゃないですかね、やっぱりね。うん、やっぱ絶対的な大き、ね、広さは必要だし、うん、全長もね、そう、5メートルギリギリ切ったぐらいですからね。ね、でも全幅はこう1900まではいかないっていう。そうですね。そこは日本でもなんとか乗りこなせる感じかな。うん、
最近もう輸入車とかになるとさ1900とか結構あるもんね。ありますね、ありますね。ヨーロッパとかだって道幅そんなに、ね、広くないとこあるのにね。まあ国土広がんないですからね。道もそんな広がんないんですけど ね、 ねさあじゃあちょっとスポーツモードにして合流したいと思います。はい、いきます。おおこのぐらいの加速でもこんな音するんですね。ねえ結構勇ましかったですよね。今ちょっと横向いたら脇見運転を検知しましたって出ちゃったドアミラー見るぐらいいいじゃんねそうだね結構あの悪い意味でレスポンスがいいですよ ね、 ねそうちょっと見ただけで脇見運転って出るんですよ ね、 ねあでも今右見た時は大丈夫だった、うんうん、面白いねこれね。いやでもあれですねモーターのアシストも当然あるんだけど、うん、すごいなんか力のつながりがすごく良かった、モーターからエンジンに A の受け渡しってことですか。そうそうそう、うん、なんかスムーズに車速を乗せていける。高速の本線の合流って流れに一気に乗らなきゃいけないから、はい、結構緊張するじゃない。そうですね、特に、ね、混雑している時ってその車間の間に車を持ち込みたいみたいな時は、うん、なんかすごくねスッと行ける感じが良かったですね。なるほど。追い越し車線行きます。あ、柿崎さん明石海峡大橋ですよ。明石海峡大橋来ましたね。来ましたね。うわーすごい。これ後ろの席だったらこれサンルーフついてるからわありますから ね、 ね見えますよね。見えますよね。うわやっぱすごい大きい橋ですねこれ。でかいよね。ねえ、いややっぱねたまにはこういう景色楽しまないとな。いやいいですね。雄大ですね。雄大ですかいややっぱ非日常感もあっていいですよね。言わされましたね今ねえ後ろにねあんまり座ることないから、うん、仕事柄、うん、いいねいい。ガラスルーフから上が見えて。そうだよね。もう仕事モードじゃなくなりますよね。なんかね。そんなことない。あ、そんなことない。そんなことはない。さあちょっと踏んでみますかじゃあ。はい。おお気持ちいい。あ気持ちいい。いいですね。アクセルのレスポンスとしては結構いい方ですか。今ねノーマルモードなんだけど、はい、まあ、程よくゆったりと、うん、あの体が前後に揺すられるほどの加速度は与えず、うん、スムーズに。まあそこまで踏んでないけどね今。うんちょっとこれを一回スポーツモードにして、はい、ちょっと車速を緩めてっといきます。なんかロキトエンジンでも乗せてんじゃないかぐらいの感じだったね。そうです ね、 ねいやいいじゃない、まあ、でも普段静かで踏んだ時この音だったら、まあ、いつもボーボー言ってるわけじゃないんでね、うん、たまにスイッチ自分に入れたいみたいな時にはいいかもしれないですね。いいかもしれないですね、うん、いやでもこれすごいな。これあれかな、正面は神戸の市街。そうですね。の雰囲気、人がいっぱい住んでますね。いやすごいですね。これきっと夜は夜景綺麗だよね。そうでしょうね。やっぱ車で走るとそういう発見もあっていいですよね。そうですね。何度も言いますが車の乗り心地が良くなったからだと思いますよ。あそうかもしれないね、はい、そうだと思います。なんか私インプレしてるとつい車のことばっかりこう気持ちがいっちゃうけど、うん、なんか周りに目を配る余裕っていうのかな。そうです ね、 ね気になるものがなくなってきてるんでね。あそうですね、うん、結構なんかトンネルの中のさ音、僕もね思ってたんですよ。トンネルの中になるとなんでこんなに音するんですか。何のどっから入ってくるんだろうね。これ路面なんですかね、もしかして路面かな。でもなんかこの上の方から反響してるのかな。あれ閉めてますか、うん、あ、ちょっと静かになりましたね。静かになったかな、ね、もうちょっと静かでもいいかな、うん、でも今 EV モードで走ってる、エンジン止まってる状態だから余計目立つのかもね。そうかもしれないね。結構頻繁にエンジン止まるんですねこれ。ディーゼルハイブリッドだって結構エンジン止まりますからね。16の時もそうでしたけど。あ、マイルドハイブリッドでもね。そう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 、確かに。だそう考えると燃料だいぶ節約できるのかもしれないですよね。ね。PHEV だといろいろ外で外部給電できたりとかそういうのもあるし。アウトランダーの PHEV も進化しましたしね。そうね。確か公開してるかなもう。だと思います。そういうタイミングだと思います、まあ、完全なバッテリー EV だとちょっと充電の心配があるっていう人とか、うん、連結すると動けなくなるんでしょっていう心配してる人は、うん、もちろんねその前に入れるとは思うんだけれども、はい、
まあ、こういう PHEV でまずは電動化、ハイブリッド以上の電動化、うん、試してみるっていうのもいいかもしれないし、うんうん、なんか家で充電できるとかね、出先で充電できる人だったらモーターで走れる領域が広いからいいかもしれない ね。あとは走る蓄電池としては災害時を考えて、うん、まあ、こう蓄電池だけを持ってるよりは車として普段から活用できる方がいいっていうケースもあると思うので、そうですね、いいですよねこういう車も、うん、いやでも走らせて楽しいっていうのはなんか嬉しいポイントでしたね。まあ、こうやってなんかオンオフある車、うん、静かな走りもできりゃ踏めばスイッチ入るみたいな、まあ、そういう感じの車はとってもいいんじゃないですかね。そうですよね、うん、でもやっぱり3列シートとして同乗者の快適性も考えた、うん、そのやっぱ CX60 の時と比べたその進化と、うん、このクラスにふさわしい走り、うん、まあ、それはなんかそう期待していた以上になんか頑張ってる感じがしましたよね。なるほど、うん、安心しました本当に安心しました。安心してくださいと言われていたんですが、安心していいのかなみたいな不安もあったんですが、うん、今回乗ってみて、PHEV、まあ、今回ねちょっと藤堂さん PHEV だけしか乗れなかったんですけど、うん、次回はクロスイハイブリッドの方もちょっと乗ったんですけどね、悪くなさそうでしたよね、うんうん、そうですね、うん、まあ、そこはやっぱり、ね、みんながみんな PHEV が適してるわけじゃないから、はい、まあ、充電できない環境の人はあのディーゼルハイブリッドいいと思いますし、そうですね、まあ、何より縦置きエンジンのね、うん、6気筒のディーゼルのハイブリッドですからね。こっからラージ商品再スタートなんじゃないかなと思った試乗会でございました、うん、まあ、SUV もいろいろあるんで、うん、ぜひこの車が自分に響くという人は乗ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで CX60、淡路島の旅でございました。ありがとうございました。ありがとうございました